こんにちは、オメです。今回は今週おすすめの道玉選手を紹介していきたいと思います。このチャンネルでは有能選手を中心に投稿しているので、見逃したくない方は、ぜひチャンネル登録お願いします。前田大然、スピード99、瞬発力90と速さが武器のラインブレーカー。東京オリンピック代表を選ばれましたし、大会をきっかけにね、まあ、海外移籍とか、これからの活躍がますます楽しみですね。ルイス・フェリピ、サントスの2番ですね。道の中では圧倒的なディフェンス能力があります。スピードやパス能力もある程度あります。今日もねオンチャリやっていこうと思います。さあ早速クロス、よし、皆さん FE 取られるような、あーパスだね。おいいぞ、いいぞいいぞ、ワンツー攻めてる、あこぼれた、あやっ、いやサッカー、また折り返しパターン、マジかやべ、できてんな。まあ正面ね。今チャンスですね。ここで取れたらラッキーなんだけど、これはなんで。まだ持てないんちゃいますか、キーパー。いや惜しいな。おいい。おっさい。これやばいでしょ。出して、でここ出して、あと裏に出すだけなんだよね。したらループしたら決まるんだよね。外していくんだよね。これがこのチャンネルなんだよね。やばい。で。これ決め通るんだよね、これが、そこギッチが狙ってるんだよね。ここからカウンターで出ていくのがこのチャンネルなんだよね。はいよ、おっとこれ PK なんだよね。これやばいでしょ。以上でおります。また